健康調査を福島県だけに限っているというあり方は、まあ、国から見て適切だというふうにお考え。13条2項に一定の基準以上の放射線量を検出される地域と書いてあります。この一定の基準をどこに設定するかによって違ってくると思います。もう決めなさいよ早くて何グズグズしてやればいいじゃないの。山下先生の論文をよ拝見するとですね、チェルノブイリの事故の時に甲状腺がんよりもですね70倍ぐらい甲状腺炎とかそういうのが増えてるんですよね。がんになるというのは最終的なもので、それ以前にいろんな甲状腺の変化っていうのは起こるはずなんですね。ですからもしそのがんを防ぐっていうんでしたら、もうちょっと甲状腺炎とか他の疾患をきちっと調べてですね、予防的なことができないのかっていうようなことを専門の先生がお伺いにならないのかなっていうふうに思うんですけど。それは山下先生の論文というお話でしたけど、それは、どの論文でしょうか。それは山下先生がチェルノブイリ の事故を10年後っていうので山下先生伺うとすごいご存知だと思います。はい、治療については後ほどお送りしたいと思います。被災地の方々、まあ、大変健康に不安を持っていく、今度甲状腺多発ではないかというふうにご同されているわけなんですが、そういう方々のお気持ちを考えるという必要はありませんでしょうか。もちろん様々な方々のご意見をいろいろ聞いているところでございますが、法律を作るとしては一定の基準は政府が決めるということになっています。今3人のやりの方のお話を聞いてますと、一体公務員って誰のために働いてんだろうという感想を持ちました。確か公務員というのは国民のために働くという大前提のもとに職場が与えられていると思っております。しかし今の議論見てますと、できないことをできない理由をして、なんか進展してない理由、そういうことの言葉のやり取りをしていたように思います。